皆さんこんにちは、こよいこなんです。早速今日はサクッとサカツですね。ちょっと時間短くて90分ぐらいの予約なんですけど、サクッとサカツします。着替えます。着替えました。じゃよいしょ。ちょっとさ、髪を結びます。地味にサウナの必需品、ゴム。髪ゴムってね、意外と置いてないので結ぼうかな。シャワーを奪いたい。大丈夫か。なんか変だけど、なんかちょっと、もはやさ、ちょっと髪伸びたことない？どうですか？こんなもんでいいんじゃないでしょうか。三脚と私、こうやって一生懸命撮ってます。早く入れよって話だよね。入ってた。前髪は気にしないでください。伸びすぎ。何か探せるか。水着紹介です。前回に引き続き今日のシーンです。サウナで使う水着は確実にシーンですね。あんまり水着って何回も着ないので、使い捨てって感じです。まあ、取っておいてはいるんだけど、そういう形がすごく好きで、うちのまま何もない。はい。前回の緑とかベージュに引き続き、こういうアースカラーみたいなものだとサウナに合う気がしているので、なんとなく意識してます。これはさっき買った。
せーの、作って出来上がってる状態だからめっちゃ楽。防御をしますよ。さあ、はたーん、よし、ぺったんこだ。もう大丈夫。もうそろ着替えよっかな。じゃあ着替えてもお家に帰ります。最後までご視聴いただきありがとうございました。じゃあまた、みんなも健康で自分なりのデトックス楽しんでください。バイバイ。